はい、おはようございます。今日は大洗港に来ました。イワシがね、入ってきてるらしいんですけど、サビキでやっていて、今のところ釣れていません。まあ、ただ今日は私はこのディアモンスター怪魚ロッドと、小塚さんがね、怪魚ハンターの小塚さんが開発したロッドと、レボのビッグシューターに P5 号で、初めてのタコテンヤ、これに、挑戦したいと思います。ここまでね、結んであるんですけど、まあなんか最近タコは釣れてるっぽいんで、今日はちょっと同行者がいるんで、イワシを釣ってもらってね、イワシをここに、よし、イワシをここにこう刺して、こうそこでひら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 やって、タコにこう食いついてもらうと。で、食いついてもらったら、ここの鋭い歯で針でぶっ刺すと。で、ロッドは強いんで、かなりね、ゴリ巻きできるかと思います。やります。先ほどこれ、イワシ釣れました。このイワシを今からこう刺していきます。こんな感じでいいのかな。どうですかね。イワシをぶっ刺して今から釣ってきます。はい、ちなみに、はい、初めて30分ぐらいですけど、ようやくサビキでイワシが15センチぐらいのイワシが釣れるようになってきました。やります。これでも来ます。こういうのでも来ますか、ね、どこで開けたんですか。半端な、いやー、2ヶ月ぶり。いや、タイミングなんだな、やっぱタイミングだよ、これはタイミング。2キロぐらいあるんじゃないの。いや、キロはあるな。キロはいるな。久しぶりだよ、俺。投げたんか。投げたの。ゆっくり巻いていくんですか。いや、巻けないから。こんだけ重かったら、こんなおもちゃみたいなリールじゃ巻けないから。おら、すげえ言い方だ。なんだ。お、袋の感じだ。ダメです。すごい。はい、ということでしてね、おじさんが2キロクラスですかのマダコをね、釣っていて、ほんとびっくりしました。まあ私もあのタコテンヤ初めて挑戦したんですけど、まあ釣れないだろうっていう感じでやってたし、そもそも本当にいるんかなっていう、疑問があったんで、実際にね、あんな大きい、タコをね、目の前で釣られてて、いやー、マジでいるんだなっていう。まあなんかその、おじさんとか曰く、おじさんたち曰く、タイミングが超重要って言ったので、まあタコがいれば、すぐ釣れるのかもしれないし、
ちょっと変わった釣りではあるんで、まあ匂いとか、あとその巻き方とか誘い方、ここら辺が重要なポイントになるんじゃないかなっていうふうに思いました。いずれにせよ、あんだけ大きいタコだと、まああれですよね、買っても相当するし、なんて言ってもあんなの釣って食ったらマジでうまいっすよね。まあそういう感じでして、今回のマダコ釣り私は失敗しましたが、見事おじさんは釣られていました。また機会があったらタコ店屋のマダコ釣りに挑戦したいと思います。